富山県立富山商業高等学校は、富山県富山市長高田に所在する公立の商業高等学校。通称、愛称は、不詳。1897年に創立。校歌は、高岡高校と同じ段育駒作曲、堀口大学作詞のものである。新設校以外では、県下で、初めて男子制服に、ブレザーネクタイを1987年度。 入学生より採用している定員80名商品の流通と経済について学ぶ学科定員40名国際間の商品の流通と経済について学ぶ学科定員80名会社経営のための会計に関することを学ぶ学科定員80名情報社会における情報処理に関することについて学ぶ学科 教育方針としては、検定取得に重点を置いた指導をしており、特に全国商業高等学校協会の試験においては、取得資格数に応じて表彰制度をとっている。2002年より、生徒実習の一環として、飛び出せ負傷シリーズとして様々な取り組みを実施している。トミショップ2001年より、毎年5月に模擬株式会社、トミショップを発足し、生徒たちが、 出資金を出し合い、地域企業などの協力のもと、学科単位で、富山県並びに、富山商業高校にちなんだ、オリジナル商品開発をしたり、クラス単位で販売店の企画、販売戦略を練り、11月下旬の土曜、日曜の2日間にわたり、一般のお客様への販売実習を実施している。教員は、生徒のサポートに徹し、運営は、 本部と呼ばれる生徒たちを中心として行われる。生徒たちは一般販売の前日に生徒販売を実施しており、富山商業高等学校における事実上の文化祭にあたる。一般の株式会社と同様に創立総会、株主総会が行われ、会計報告などの流れも学習できるようになっている。弟子入り体験学習中央通り商店街や、 総うく通り商店街等の商店に弟子入りをし、経営者から商業に関することを直接学ぶというもの。富山商業高等学校では全員入部制をとっており、部活動は学業と並ぶ重要な活動として重視されている。甲子園出場の常連であり、特に夏の甲子園の出場回数は16回と、高岡商業高校に次ぐ。春の選抜は、 県内最多の6回出場、全国大会の常連、全国高等学校難指野球選手権大会において1993年に初優勝を果たした。また2007年に準優勝、全国高校駅伝、インターハイの常連、インターハイ、ウィンターカップの常連、応援部女子のチアリーディングチームは、チアリーディング日本選手権大会において2006年に、 全国3位。また2005年全国4位。2009年。2011年全国6位。2004年全国8位。1965年のインターハイで男子が優勝した。女子もインターハイや全国高等学校球道選抜大会に出場経験がある。高岡商業高校と並んで全日本水奏学コンクールの常連である。毎年6月頃に 定期演奏会、12月にホットコンサートをオーバードホールにて開催される。2018年には現在県大会29連覇中。ありがとうございます。